下さい。ようこそサムポーターブリッジ。さて、ご苦労様。さて、荷物はどうなってる？これは上等だな。あんたに運ばれて幸せ者だ。届けてくれたのはモーターとバックパックポーチか。どちらもこちらのラインナップにはない。これは新しいタイプのものだ。これをあのジャンク屋が作ったのか。修理専門だと自分で言っていながらこんなものも作れるんだな。ひとまず本部にも連絡して使えるかどうか検査をするよ。サム、その配送センターから納品された試作品の検査結果が出てきたわ。どちらも興味深いわね。まずは車両用のモーターの方だけど、とてもガラクタから作ったとは思えない。改良中のトラックに組み込めばすぐに使えそう。すぐにジャンク屋と契約して武器装備作成のリストにトラックを追加しておくわ。もう一つのバックパックポーチもいいわね。こちらも契約してプライベートルームで使えるように手配するわ。バックパックをカスタマイズしたいときはプライベートルームに来てね。二人からあなたへ向けた感謝の気持ちなのよ。だから試してみてね。そのエリアの南端にあるサウスノットシティは度重なるテロで疲弊している。物流が滞って物資が不足し始めている。今すぐ飢え死にという事態ではないが、テロのせいで人々が不安になり始めている。食料品やオキシトシン、生活のための物資をできる限り届けてほしい。植物の種子、君の血液を使った対 BT 兵器、化学燃料、昆虫やミミズをペースト状にしたタンパク質源、どれもカイラルプリンターでは送れないものだ。物資が届くということは外とつながっていることの証拠だからな。市民は安心できる。その上でカイラル通信がつながってくれれば全てうまくいく。しかし気になることが一つある。フラジャイルから連絡があったんだが、今のところビーチの状態が安定しないためジャンプが難しくなっているようだ。落ち着くまでジャンプしてもらうことはできないぞ。フラジャイルは当分レイクノット南の配送センターで待機するそうだ。フラジャイルの場所は地図にもマークしておいた。ところでエリア一帯のカイラルモードが上昇している。キューピッド接続の影響があるのか、こちらでも調べてもらっている。だが君は今まで通りで構わない。引き続きカイラル通信をつなげてくれ。配送が開始できません。配送が開始できません。エラー回復までそこで待機してください。サムブリッジズですね。申し訳ありません、発注システムのエラーです。あなたに運んでほしい荷物の登録が漏れてました。それで依頼人はフラジャイルとなっています。フラジャイルエクスプレスと新しいブリッジズの宅が混在して紹介できなかったようです。時間をロスさせてしまって申し訳ありません。気をつけて、中身は壊れ物。では。
あなたは都市や人々の命を救えた。私は救えなかったけど。確かに君はミドルノットを救えなかった。でもサウスノットシティを救ったのは君だ。そうだろ。何があったんだ。あいつがサウスノットも爆破すると分かったとき、核爆弾は都市に運ばれるところだった。私は配送車を追跡して、なんとか核爆弾を外に持ち出した。でもヒックスは最初から私の動きを読んでいた。核爆弾を抱えてゲートを出たところで、私はあっさり捕まった。そして、私の服を剥いで時雨を呼んだ。リーフ・フラゼリゲームをしよう。壊れ者として生きながらえるか、壊れ物を運んで壊れるか。何をさせる気？そうだな、助かりたければジャンプしてここから逃げるのもいい。だがどうしても赤の他人を救いたいのであれば、核爆弾をこの先の底なし沼まで運べ。そうすれば都市は助かる。ただし肌を晒して時雨の中を歩くことになる。お前は今という時間を失うが、都市にはしばらくの未来がもたらされる。どうだ、好きな方を選べ。顔が好きじゃない。だから顔を消している。そういえば、ああ、お前は親からもらったその顔がお気に入りだったな。あ、ダメダメダメ。大丈夫だ、この顔は壊さない。この顔はある種の証言者になる。よし。教えて、どうして私を裏切ったの？お前の他に必要とする存在ができた。そいつとはマスクなしで通じ合える。おう。いいか、フラジャイル。たとえこの都市を救ったとしても、お前はミドルノットシティを破壊したテロリスト。はあ、この綺麗な顔はテロリストとして継承されていくことになる。どこまでも追われる。そう、俺のようにな。いくら壊れ物を運んでも、いずれ壊れるだけだ。どうする？ここでやめるか？ん？私は壊れ物を運ぶ。私は壊さない。
そして私は壊れぬ。よしよし、後悔するなよ。私は壊れ物を運ぶ。私は壊さない。私は壊れる。私は壊れ物を運ぶ。私は壊さない。私は壊れない。彼女こそが英雄だ。噂は本当だった。君は正しいことをした。君が持つべきだ。私は英雄なんかじゃない。あの時の選択をいつも後悔している。ヒックスの言う通り、あのまま逃げればよかったと。君はただ都市を救っただけじゃない。みんなに希望を与えたんだ。いえ、私を救えるとしたらあいつだけ。ヒックスに私の選択を後悔させてやる。あいつを殺す？私には無理。今あいつは強大なパワーを得ている。でもあなたならできるかも。あいつを約束して、あいつを生け捕りにして、尋問して聞きたいことがあるの。君に拷問なんかできるのか？できるわ。私を裏切った理由が知りたい。食べる？サウスノットへ支援物資を運ぶのを忘れないでね。サム、よくやった。見事だ。フラジャイルが依頼人だということも、依頼自体も偽装だった。あげくに中身は核爆弾だった。君がそいつをちゃんと処理してくれなかったら、ノットシティごと吹き飛ぶところだった。いや、ありがとう、サム。
がとうございます。みんなこの配送を待っていました。助かりました。困っている市民に行き渡ります。それだけじゃない、もっと多くの人に渡せる。ありがとうございました。それでついにカイラル通信がつながるというのは本当ですか？待っていました。つないでください。ではよろしくお願いします。夢のようです。さあつないでください。私たちは一人では生きていけません。だけどカイラル通信がつながれば都市を再建することもできます。必要な物資を集めることもできます。あなたには感謝の言葉しかない。ミドルノットシティが消えてこの辺りのテロが多発しました。この都市もテロの対象になると思っていました。でもこうして私たちは生きています。これは奇跡や運のおかげじゃない。きっと誰かがあの時も助けてくれていたんです。あなたも助けてくれた。私たちも誰かを助けられるようにならなくては。あ、すみません。みんなにこれを渡します。ありがとうございました。サム、よくやった。この先に備えて支給品を渡しておく。分かっていると思うが取り扱いには十分注意してくれ。ありがとうサム、あなたがサウスノットシティを救い繋いでくれた。ようやくこれで大陸の半分が繋がった。あとはサム、いい、よく聞いて。私は通信が切れた。旧来の通信システムで結んでいる。回線のトラブルかもしれない。すぐ調査する。彼女に何もなければいいんだが。サム、カイラル濃度が急上昇してる。あなたがいる近くよ。見たことないくらいの数値なの。アメリとの通信トラブルもこれのせいかもしれない。これではノットシティに被害が及ぶかもしれん。サム、外を見てくれるか。いってらっしゃい。